皆さんこんにちは、長尾です。今日は沖縄県那覇市にます大石公園にやってきました。今回の動画はこの鉄砲湯について説明したいという動画となっております。鉄砲湯とはユリキ、ユリメ、ユリカ、ユリ属、多年生生物、本球根の植物であります。雑菜の花、かわせ筋状の花を横向きに咲かせるのです。竹が50センチ生成した楕円型の長い葉をつけ、花から水平方向に入るのです。原産者での先は4月から6月で、面積の頂上に純白で細長い花を横向きにつけてくるのです。花が10センチから15センチ、直径5センチほど、髪が6枚あるように見えますが、根拠がつながっており通常となっています。本種は外見、生物上、特徴が高砂湯に擬をしますが、一般的に高砂湯よりも小型であり、歯が太めで、白く、ゆりやが生えない点が区別に使います。ただし、本種の高砂湯の縁起、高砂湯が多く、繊維も切れやすいと呼ばれ、違いが判別しにくい場合も多いのです。一般的には球根植物は乾燥に強いのですが、本種は乾燥に特に弱いのです。本島南西諸島および九州が南部が原産であり、本州等では園芸用に輸入されたものが分布するのです。沖縄県では生成種が分業する様子が見られているのです。それではこの大石公園の様子を見ながら、ゆり歩いていきながら実際にレポートしていきたいと思います。それでは行ってきます。鉄砲湯の様子を見ていきましょう。綺麗に咲いている様子がはっきりと分かりますね。鉄砲湯の基準を頑張りました。こちらにも鉄砲湯が多く咲いている様子がはっきりと伺えます。とても満開の風景が輝きますね。このユリも綺麗に咲いている様子がはっきりと分かります。この那覇市の大西公園の鉄砲湯は4月、6月の見頃になっていますので、この様子は地元の方が大きく癒しの場を提供となっていることがはっきりと分かります。このように綺麗に咲いている様子がはっきりと見えますね。とても綺麗です。こちらも見ていきましょう。とても綺麗に咲いていることがはっきりと分かります。こちらでは千屋島沖縄花と緑の名所100選認定年度平成26年認定番号73番の四季名の大西公園になっています。この様子でも認定沖縄県の認定があるので、多くの市民の憩いの場の提供になるので、とても嬉しいですね。
下に恋も撮影してみましょう。このように ゆりの満開咲いている様子がはっきりと見えます。渡辺沖縄はとてもきれいに咲くというイメージがありますね。とてもきれいです。市民の声癒しの提供もあるこなっていうことをはっきりと願いたいですね。こちらでも鉄砲湯が咲いてますね。とても多くの花火が満開という百合がはっきりと叩えます。とてもいい勝負君、白い百合の花が2月5月暖かい時期に見られるという多くの奈良市民の癒しの光の提供というもういいでしょうね。とても一気に百合が咲いている鉄砲湯だったと思われます。とてもすごいですね。ここでも家族連れや何か多く撮影された方もいらっしゃいましたね。このおユリが癒しの場で提供になっているとはっきり嬉しい感じがしますね。今回のこの奈良市大西公園の鉄砲湯の様子はいかがでしょうか。このように満開にユリが咲いて多くの市民の憩いの場提供となっている様子がはっきりと分かります。とても綺麗な鉄砲湯だということがはっきりと分かりました。私もいても家族連れなどが撮影されたり市民が撮影して思い出残しているということがはっきりと分かりました。とても綺麗でしたね。このチャンネルでは沖縄のイベント風景など数多くを紹介しているチャンネルとなっています。もしこの動画が面白かったらグッドボタン、チャンネル登録をお願いいたします。今回の動画はこの辺で失礼いたします。ご視聴いただき誠にありがとうございました。それでは失礼いたします。ありがとうございました。